藤ささらです。鈴木つづみです。2023年6月5日に SEC 米国証券取引委員会が未登録証券の提供でバイナンスを提訴したことについて紹介します。まず市況情報を軽く見てから各ニュースサイトの記事を紹介、バイナンスの声明を紹介、チャンポンジャオのツイートを紹介します。このような構成で話を進めていきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いいたします。では、早速本題に入ります。市況情報。まず、2023年6月6日時点の市況情報を見ていきます。コインマーケットキャップの時価総額ランキングを見てみると、100以内の仮想通貨は軒並み下落しています。2023年6月6日時点において、BTC は24時間の推移で約 4.7% の下落、イーサは約 3.8% の下落、BNB は約 8.8% の下落となっています。BNB は他の仮想通貨と比較して大きく下落しています。下へスクロールしていくので、100位以内の銘柄がどのような状況なのか見てみましょう。右端のグラフを見てみると、ほぼすべての銘柄が下落していることがわかります。たまにグラフが緑色で上昇している銘柄もあるね。こういう時は、そういう銘柄に買いが集まったりするんだよね。以上となります。続いて、コイン360の価格ヒートマップです。見事に赤い色に染まっています。緑が全く見当たりません。続いて、クリプトバブルスを見ていきます。こちらもほぼ赤い色となっています。各ニュースサイトの記事。ここからは、各ニュースサイトの記事を紹介して、その内容をまとめていきます。最初に、コインテレグラフジャパンの記事を紹介します。米証券取引委員会 SEC は6月5日バイナンスと同社の米プラットフォームであるバイナンス US CEO のジャオ・チャンポン氏、通称 CZ に対してコロンビア地区裁判所で訴訟を起こした。コインテレグラフジャパンの記事をまとめると以下のような内容になります。 SEC はバイナンスに対して13項目の訴訟を起こしました。その13項目にはBNB、バイナンス USD、シンプルアーンと BNB ボルト製品、そしてステーキングプログラムの未登録オファーと販売が含まれています。また、バイナンス US は不正取引の監視と管理が厳重に行われていると主張していましたが、SEC は実際にはそれらはほとんど存在しておらず、投資家を欺いたと主張しています。また訴状は、米国投資家がバイナンスのグローバルプラットフォームを利用することを制限していなかったと主張しています。SEC のゲイリー・デンスラー委員長は声明で以下のように述べています。CZ 氏とバイナンスは投資家にリスク管理と不正な取引利用について誤解を与え、誰がプラットフォームを運営しているか、その関連マーケットメーカーの不正な取引、さらには投資家の資金と仮想通貨資産がどこに、誰が保管しているかまでを積極的に隠していた。 SEC はバイナンスとチャンポンジャオに対し、その後の活動の永久的な差し止め、不正特利の返還及び利息と罰金を要求しています。不正特利の返還及び利息と罰金を要求というのはまだわかるけど、活動の永久的な差し止めというのは厳しすぎるのではないかという気がするよ。そうだね。罰金などを支払って SEC と和解したら、運営を続けていいという感じではなさそうだね。おそらく、不正が疑われているのは、バイナンスだけではないと思うから、ゲイリー・ゲンスラー委員長は、他の取引所も次々に提訴していくのかな。うん。その点に関しては今後の動向は読みづらいね。チャンポン・ジャオのツイートがきっかけで、アメリカの FTX が破綻したとも言えるから、もしかしたら、アメリカは特にバイナンスを目の敵にしている可能性も考えられるし。どこでどういう思惑が働いているかは、私たちには知る由もないけど、
政治的な要素もなきにしもあらずか。あくまでも可能性の話ではあるけどね。では、記事の内容に戻ります。訴状は、バイナンスで取引されていた以下のトークンが、証券であったと主張しています。BNB、バイナンス USD、ソラナ、カルダノ、ポリゴン、ファイルコイン、コスモス、ザ・サンドボックス、ビセント・ラランド、アルゴランド、アクシ・インフィニティ、コピー。この中に XRP が入ってないのは不思議だね。証券だと認定しやすい銘柄だけ上げていった感じなのかな。それにしても、ここ最近の SEC はクリプト業界にとっての台風だね。あはは、そうだね。もちろん SEC にも言い分はあるんだろうけど、いきなり提訴するというやり方は、どうにかならないものかと思うよ。バイナンスにしろリップル社にしろ、きちんと SEC と話し合いを重ねていたのに、ある日突然提訴されるわけだからね。バイナンスやリップル社に問題があるかどうかはわからないけど、仮に問題があるなら、話し合いを通じて改善していけばいいと思うんだけどな。その上で、問題があるのに改善に応じなければ、そこで提訴するというのが妥当なんじゃないかな。本当、そうだよね。SEC が主張している内容が正しいかどうかも大事だけど、その強引な手法にこそ問題があると思うな。続いて、ブルームバーグの記事を紹介します。SEC は5日、連邦裁判所に提出した訴状で、未登録の取引所の運営や取引管理をめぐる虚偽の説明、未登録証券の販売などで、同社が投資家保護規則を無視していたと主張。13の事案から、聴取とバイナンスが広範な詐欺や利益相反、情報開示の欠如、計算された脱法行為に従事していたと我々は申し立てる、とゲンスラー SEC 委員長は発表文で説明。一般市民は苦労して稼いだ資産を、違法なプラットフォームに、またはそのプラットフォーム上で、投資することに警戒するべきだ、と続けた。SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は、バイナンスは詐欺、情報開示の欠如、脱法行為を行っていたと主張しており、バイナンスのプラットフォームを使用することに、警戒を呼びかけたとのことです。一般市民は苦労して稼いだ資産を、違法なプラットフォーム上で投資することに警戒するべきだ、って言ってるけど、ゲイリー・ゲンスラーがバイナンスを提訴した影響で、一般市民が苦労して稼いだ資産がかなり減ってしまったんだよね。バイナンスに問題があるなら、それを正していくのが規制当局の役割だから、SEC は SEC の仕事をしているだけだとも言えるけど、どうしていきなり提訴するみたいなやり方しかできないのかな。そうだよね。そういう SEC の姿勢には多くの批判が集まっているよね。続いて、ザ・ブロックの記事を紹介します。米国証券取引委員会は、広範な欺瞞の網が存在すると主張して、バイナンスに対して訴訟を起こした。この訴訟が成功すれば、バイナンスと創設者チャンペン・シー・ズィ・チョー氏の、米国での事業活動が事実上禁止される可能性がある。この強制措置は、商品先物取引委員会がバイナンスに対して、3月に起こした同様の訴訟に続くものだ。バイナンスは、2023年3月に CFTC、米商品先物取引委員会から、トレーディング及びデリバティブの規則に違反した疑いがあるとして提訴されています。これで、バイナンスは、アメリカの SEC と CFTC という2つの規制当局から提訴されたことになります。バイナンスは現在、各国の規制に合わせて運営形態を変化させており、カナダ市場から撤退するという発表を2023年5月に行い、また逆に、日本市場へ参入するという発表を、同じく2023年5月に行っています。仮想通貨取引所として世界で圧倒的な存在感を持つバイナンスですが、運営形態を変化させている中にあって、2つの大きな訴訟を抱えることになりました。バイナンスの声明へ、SEC から提訴されたことを受けて、バイナンスが声明を発表しており、その内容をまとめると以下のようになります。当初からバイナンスは SEC の調査に積極的に協力して、和解に達するために広範な誠意ある話を行ってきたにもかかわらず、SEC が一方的に訴訟を起こしたことに対して落胆している、
SEC がバイナンスとの生産的な関わりを拒否していることは、デジタル資産業界に必要とされている明確さと指針を提供することを意識的に拒否していることの一つの例である。 SEC の行動は金融革新とリーダーシップの世界的ハブとしてのアメリカの役割を損なう。バイナンス US のユーザー資産がこれまで危険にさらされたことはない。 SEC の行動は他の規制当局、おそらく CFTC のことだと思われる、との管轄権を急いで主張しようとするものであり、 SEC にとって投資家の保護は優先事項ではないようだ。バイナンスの規模と世界的な知名度により、バイナンスは現在米国の規制上の綱引きの真っ只中に巻き込まれやすいターゲットとなっている。そして以下の文章でバイナンスは今後全力で戦っていくということを宣言しています。それが正しいことであるため、私たちは今後も米国及び世界中の規制当局や政策立案者と協力し続けます。そしてバイナンスは重要な消費者保護を実装及び確保しながら、次世代の暗号通貨規制がイノベーションを確実に促進できるよう生産的な取り組みに引き続き取り組んでいきます。バイナンスは米国の取引所ではないため、 SEC の行動の範囲は限られている。それでも私たちは米国のデジタル資産市場参加者とともに SEC の最近の行き過ぎに対して反対しており、法の範囲内で全力で戦う用意がある。正しいのは我々の方であり、おかしな行動をとっている SEC とは断固として戦うという感じだね。そういう感じの文章だね。チャンポンジャオのツイート。バイナンスの CEO であるチャンポンジャオは2023年6月6日に以下のようにツイートしました。4. 私たちのチームは全員が待機しており、引き出しや入金を含むシステムが安定していることを確認しています。苦情を確認次第対応させていただきます。まだ見ていないメディアは我々より先に情報を入手する。ドゥバイナンスは安定して稼働しているというアピールと、メディアの方が先に情報を入手しているという内容のツイートです。まとめいかがだったでしょうか。現在 SEC は仮想通貨業界をかき回しており、取引所のあり方や各仮想通貨の区分などがどこに着地するのかはまだまだ見通せない状況となっています。今後もバイナンスの状況や SEC の動向を追っていきたいと思います。ブログとツイッターの URL は説明欄に記載していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは仮想通貨に関する情報を発信していきますので、チャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。